トランスポゾンは逆方向反復配列と隣接している。トランスポザーゼは、ティルでトランスポゾンを切断する。有利したトランスポゾンは、ゲノムの他の部分に挿入される。モバイロームは、ゲノム中の可動遺伝因子の相対である。モバイロームは、真核生物、原核生物、ウイルスで見られる。モバイロームの構成は、生命の系統によって異なり、 真核生物のモバイロームの中心はトランスポーゾンであるのに対し、原核生物ではプロファージュやプラスミドが主要な要素である。ビロファージュはウイルスのモバイロームを構成する。トランスポーゾンはゲノム内で移動したり増幅したりするエレメントであり、真核生物のモバイロームの主要な構成要素である。トランスポーゾンは宿主の表現型とは無関係に宿主細胞の転写。 翻訳機構を利用して自身を切り出し、ゲノムの異なる部分へ挿入するため遺伝的寄生体とみなされる。新核生物のトランスポーゾーンは種子が不入りになるトウモロコシで最初に発見された。バーバラ・マクリーントックはトウモロコシの AC、DS システムについて記載し、AC 遺伝子座は DS 遺伝子座のゲノムからの切り出しを促進し、切り出された DS エレメントが 色素の酸性を担う遺伝子のコーディング領域に挿入されることで変異を引き起こしていることを明らかにした。トランスポゾンの他の例としては、質が酵母の体因子や黄色症状場への P 因子がある。体因子は逆転者構素をコードするレトロトランスポゾンであり、自身のメッセンジャー RNA 転写産物をゲノムの他の部分に挿入可能な DNA に変換することができる。 p 因子は生殖細胞系列でゲノムにランダムに挿入されることで変異を引き起こすが体細胞ではこうした現象は起こらない細菌の接合性線網の形成性線網が2つの細菌を連結するプラスミド DNA の一方の鎖が需要側へ移動する双方の細菌が同一のプラスミドを保有するプラスミドは 細菌の染色体外の遺伝物質として1940年代に発見された。プロファージは細菌の染色体に挿入されたバクテリオファージのゲノムであり、プロファージはウイルス複製の陽菌サイクルと陽原化サイクルを通じて他の細菌へ拡散する。幻覚生物にもトランスポーゾンは存在するが、幻覚生物のゲノムで最も一般的な可動遺伝因子は、 プラスミドとプロファージである。プラスミドとプロファージは細菌の接合を通じてゲノム間を移動し遺伝子の水平電波を可能にする。プラスミドには細菌の構成物質体制を担う遺伝子が含まれていることが多く、これらのプラスミドが複製されゲノムからゲノムへと受け継がれることで細菌集団全体が迅速に構成物質に適応できるようになる。プロファージは 最近の染色体からループアウトしてバクテリオファージを形成し他の細菌に感染する。これによってプロファージは最近集団内を迅速に伝播し宿主細菌に害を及ぼす。ビロファージはウイルスのモバイロームの構成要素であり2008年にアカントアメバアキャンサメバキャスタラニーイの耳ミミウイルスの系統で最初に発見された。ビロファージは 宿主細胞にヘルパーウイルスが共感染している時にのみ複製を行うウイルスである。共感染後、ヘルパーウイルスは宿主細胞の転写、翻訳装置を利用して自身のための装置を作り出し、ビロファージは宿主細胞またはウイルスの装置を利用して複製を行う。ビロファージはヘルパーウイルスの複製に負の影響を与える。スプートニクや マウイルスはビルファージの例である。ありがとうございます。